皆さんこんにちは。ロマンティックが止まらないの大ヒット曲で知られるバンド CCB のボーカル兼ドラムとして活躍した龍浩二さんが脳梗塞のため14日午後6時23分に死去したことが分かりました。享年60歳でした。発表によると龍さんは7月末より持病の糖尿病の療養のため入院していたそうです。2022年11月8日に還暦を迎えたばかりでした。17日に熊本県内の斎場で葬儀告別式が営まれています。そこで今回は龍さんについてまとめてみました。まずはプロフィールと経歴を紹介します。名前龍浩二、生年月日1962年11月8日、星座サソリ座、血液型 AB 型、ジャンル歌手アーティストタレント、デビュー年1982年、デビュー作ココナッツボーイズ結成、ドラムボーカルを担当。福岡県に長男として生まれた龍浩二さんは中学校の時にブラスバンド部に入ったのが音楽との出会いで、当時はホルンを吹いていたのです。しかし先輩のドラムを叩く姿に憧れた龍浩二さんは中学3年生の時に両親に頼み玉のドラムセットを入手し、アマチュアバンドでの活動を始め、ステーションというバンドで渡辺秀樹さんと田口智春さんに出会いました。1982年に渡辺秀樹さん、関口正人さんとココナッツボーイズを結成した龍浩二さんは翌1983年にシングルキャンディでメジャーデビューしています。そして翌1984年には田口智春さん、米川秀之さんが加わり、5人メンバーとして活動を開始しました。そんな CCB は1985年にリリースしたサードシングル「ロマンティックが止まらない」がテレビドラマ「毎度お騒がせします」のオープニングに起用されブレイクします。そして龍浩二さんはこの曲でメインボーカルを務めています。その後も CCB は「スクールガール」や「ラッキーチャンスをもう一度」などのヒット曲が連発し、1985年の第27回日本レコード大賞で金賞を受賞し、紅白歌合戦にも出場しています。こうしてピンクの髪にメガネがトレードマークだった龍浩二さんはとても愛嬌のある性格からお茶の間の人気者だったのです。そんな龍浩二さんは1989年の CCB 解散後はソロとして活躍し、同年に30センチで捕まえてをリリースし、 UCC コーヒーの CM にも起用されました。また龍浩二さんは音楽以外にもプロデュース業やコンピューター関係の仕事も手掛け、専門学校で講師もしたりしたそうです。当時の様子を音楽雑誌編集者が振り返ります。当時の龍さんは不規則な生活、そして精神的なストレスなども加わって体調を崩していました。幼少期からの持病である喘息も重なり、摂食障害なども発症して音楽活動を続けられるような状態ではありませんでした。最終的には脚気にもなり、足元がおぼつかなくなったこともあっそうです。そうした状況下、親族の勧めで龍さんは都会を離れ地方に移り住むことを決断しました。このように CCB としてブレイクし、解散後もソロとして活躍しており、順風満帆な生活を送っていると思われた龍浩二さんですが、多忙による不規則な生活とストレスからたびたび体調を崩し、十二指腸潰瘍や摂食障害、胃潰瘍や脚気などの多くの病気を患い、一時はドラムを叩くことも困難な状況により音楽活動を休止せざるを得なかったそうです。また龍浩二さんはプライベートでは1990年頃に結婚しますが、ちょうど体調を崩した頃に離婚したそうです。そんな龍浩二さんの結婚した相手については残念ながら情報はありませんでした。CCB の前後は多忙やストレスにより体調を崩していた龍浩二さんは、99年に祖父の出身地である南阿蘇へ移住し、両親と共に生活しています。そんな龍浩二さんは南阿蘇では農業に従事し、スローライフを送ることで体調も随分と良くなったそうです。祖父が南阿蘇村出身で、両親は埼玉にあった自宅を売り払い、平成9年に村へ移住しました。少年時代、両親と弟の家族4人で東京から会いに行きました。南阿蘇鉄道が国鉄高森線だった頃です。
始発の立野駅から蒸気機関車に乗ったのを今も鮮明に覚えています。野菜も新鮮で美味しかった。祖父母は一度テレビ番組の収録にトマトを持ってきてくれたこともありました。僕も11年から一緒に住むようになりました。移住前は体を壊していました。僕が脚気で倒れたのを知った父は、お前も阿蘇に住め、とトラックを借りて東京に迎えに来たんです。脚気は戦時中になった人が多いんだぞ、と教えてくれ荷物を全部運んでくれました。阿蘇へ帰ってから2年ほど、のんびり過ごしました。おじや両親が農業を営んでいたので、トマトやイチゴ、米の収穫作業を手伝いました。阿蘇で暮らすようになり、随分と人間らしくなりました。今も月に数回上京するけれど、必ず阿蘇に帰ってくる。最初は寂しさや不便さも感じましたが、徐々に体も回復し、精神的にも楽になった。手足が動くようになった。阿蘇の大自然、優しい人々に癒されたのでしょう、と劉さん本人が言われていたので、その当時は体もだいぶ回復なされていたようです。そして地元で音楽活動を再開し、交流を続けていた。 CCB の元メンバーとも2002年頃からセッションを行うようになったとか。当時のことを音楽雑誌編集者はこのように語っています。その頃から CCB 再結成の機運が高まり、2005年にはフジテレビで放送されたドラマ電車男の挿入歌として、ロマンティックが止まらないが採用されたこと。そして同じくフジのスマップスマップで稲垣吾郎さんが劉さんのパロディで扮していたキャラクター CCB 吾郎も手伝い、再注目されるようになりました。こうした流れの中で、リーダーでベーシストの渡辺秀樹さんら3人で2008年に CCB 名義で再結成を発表。さらに2014年には解散25周年をきっかけにアルバムを発売しました。しかし翌2015年5月にキーボードの田口智晴さんが覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されました。現行犯逮捕されたことに、ただメンバーとして申し訳なく謝ることしかできませんと田口さんは謝罪しています。劉さんは渡辺秀樹入院以来、僕自身の心はとても信じられないほど弱ってしまいました。今までの結成話と違い、これからも多くの作品を残せると感じながら、可能性を感じながらの歩みが始まろうとしていました。メンバーそれぞれ解散して以来、たくさんの経験をして努力もした。音楽を続けていく辛さも知り、音楽をできる幸せも知ったと思います。そんな時だからこそ、再結成して多くのことを形にし、新しい CCB の作品を作ることができると考えていました。その矢先の元同僚の逮捕。しかし今回の田口くんの件では、一体なぜ、どうしてと思う以外、僕には何の言い訳もできないのです。そしてただメンバーとして申し訳なく謝ることしかできません。できるなら CCB というバンドがこれ以上悪い方向へ行かないように、悲しいことが続かないように、今は祈るだけで、それだけです、と心境を吐露していました。そんな中、さらに不幸が起きます。同年7月、メンバー全員でのライブツアーを目前に、渡辺さんが多臓器不全のため亡くなってしまったのです。劉さんは訃報を受けて、彼は CCB をもう一度スタートするためにリーダーとして一生懸命に中心的役割を率先して動き、やっとライブツアー自体がスタートするその目前でした、とコメントしていました。渡辺さんは高校時代からバンドを組んでいた親友でもあったそうです。相次いで仲間を亡くし、裏切られたことは劉浩二さんにとっては大きな痛手となりました。そんな中でも劉浩二さんは南阿蘇でも音楽活動を続け、ミスタースラッシュ系というバンドで活動し、2016年には統廃合で新設された南阿蘇中学校の校歌を作曲しています。こうして南阿蘇中学校の校歌を手掛けた劉浩二さんでしたが、その後2016年4月14日震度7の熊本地震で被災し、自身のツイッターやフェイスブックで情報を発信しています。今春、村の3校の中学校が統合し、南阿蘇中学校が創立し、校歌を頼まれた、校歌を作ってほしいと言われたのが本当に嬉しくて、これでエセ熊本人が阿蘇人になれたのかなって
こうして熊本地震で被災した龍光寺さんは自身が発起人となり、熊本在住のミュージシャンやタレントの賛同を得て、熊本復興応援プロジェクト明日へのエールワンスアゲインを発足し、最後まで活動を続けていました。実は2018年11月、ツイッター上で龍光寺さんが3ヶ月前に脳梗塞で倒れて現在リハビリ中だという情報が流れたのです。そこでニュースなどを調べてみましたが、脳梗塞だという情報は見当たらず、真相については不明ですが、2時間も倒れて搬送されたとなるとニュースになってもおかしくないですよね。龍光寺さんで検索すると杖というキーワードが出てくることから調べてみたところ、2020年10月31日に NHK で放送された堤恭平からの贈り物天才作曲家の素顔に龍光寺さんが出演しており、杖をついていたと話題になっていました。また前出の音楽雑誌編集者は、龍さんは被災をきっかけに音楽で地元に恩返しがしたいと意気込んでいました。地元の中学校の校歌を作曲するなどしていましたが、最近では体調が思わしくなかったようで、東京で会った時はかなり痩せて見えました。今年もライブ活動を行っていたようですが、体調は思わしくなかったのかも。直近での移動は車椅子だったようです。亡くなったのはご自宅で、一緒に住んでいたお母さんもかなりショックを受けていたと聞きますと語っていました。大好きだった熊本の地で亡くなった龍さん、ご冥福をお祈りします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。